1973年5月当時の県六園、球場付近の空中写真。髪型が来た。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成石川県営県六園野球場は、かつて石川県金沢市にあった野球場。石川県が運営管理していたが、1973年限りで閉鎖された。 金沢市中心部、県六園に隣接する、旧陸軍では町連平場の紅葉地に、石川国体の開催に合わせて1947年10月25日に完成した。完成時は、両翼85メートル、中堅90メートルで、フィールドの狭さが指摘されていた。翌1948年4月に、初めて開催されたプロ野球公式戦。 オービー・ロビンス・級エイ・フライヤーズ戦で、両チーム6本塁打と、当時としては、本塁打の多い試合だったことがきっかけで、同年9月に100万円の費用をかけて、両翼90メートル、中堅97メートルに拡張された。ところが、翌1949年4月26日に、開かれた読売ジャイアンツ、大エースターズ戦では、 両軍合わせて13本の本類打が飛び交うランダー戦となり、この年に1000万円をかけて、再び拡張。工事は1950年4月に完成し、両翼99.1メートル、中堅122メートルとなったが、今度は広すぎて、本類打が出にくくなった。1959年6月、約7000万円をかけて、 内野スタンドの改築とグラウンド工事が行われ、両翼91.4メートル、中堅112.8メートルとなった。その後、施設の老朽化やグラウンド設備の人腐化、周辺地域の宅地化により、1973年11月をもって閉鎖、施設は撤去された。なお、1974年、郊外の西部緑地公園内に、 石川県建の球場が設けられた。県六園球場の跡地には1977年、石川厚生年金会館が建設された。建築家の黒川紀章の設計により、許容憲兵率を最大限利用したため、建物は敷地外閣に添い線形をしている。北陸電力会館、ホンダの森ホールの裏には、県営県六園野球場と記された石碑が、 混流されている。ありがとうございます。